はい、こんにちは。即課塾六号でございます。あの例の持続化給付金詐欺なんですけども、国税職員が、東京国税局の職員がその専門知識を利用して、いとも簡単に持続化給付金を詐欺ったということなんですよね。まあでもこれは結局バレて、最も恥ずかしい結末になったわけですけども、それは前回動画でお騒寝しました。で、さらにね、逮捕者出たらしいんですよ。で、国税職の職員っていうのは、 結局、こういうことのために自分の税金の知識とかを使ったりとかね、それから納税の調書を偽造したりすることが、いとも簡単にできるわけですよ。まあ、つまり日本全国各地でこういうことが起きていて、そこから目をそらすために、まあ、一部の人をね、こう、スケープ強盗にしたんではないかというふうにも考えられます。そこでそれを裏付けるようにこんなこと書いてるんですよ。今、記事にありますけども、鈴木財務大臣がね、後ろめたい人は直ちに返還をとか、 なんかねなんですかね、ね、です国民にお詫びしたいとか萩生田経済産業省も言ってますけどもだからこれねまだいるんじゃないかなっていうふうに各省庁の中でも疑念が湧き上がってるってことなんですよ、ね、後ろめいたい人は直ちに変換をっていうかいやこれをね調査できないんですかってことですよね自主返納じゃなくてこれは強制捜査全員にしてもいいくらいですよでちょっと記事を見ていきたいんですけども えー、国税職員の逮捕について鈴木財務大臣は今日の会見で本当に許し難いこと特に国税庁の職員というのは国民の皆様にお染めていただく公正と高い倫理観が求められる大変申し訳ないことで国民の皆様にお詫び申し上げたいというふうにいや言うだけならいいんですよ言うだけならねお詫びの結果何するんですかってことですよつまりは国税局の職員って私たちの税金で暮らしてるわけですよねで 給付金も私たちの税金から割かれてるわけですよ。で、しかも、この人たちは、結局は法の裁きを受けると思いますけども、それも税金で賄われるわけですよね。30取りしてるわけですよ。ね。これ、鈴木大務大臣が、全部このね、金銭的負担を一手に引き受けて、ごめんなさいっていう意味を込めて、今後10年間は20%の減税をしますぐらいのことを言わないと、やっぱこう、腹が収まらないと思うんですよね。まあ、どうですかね。 うん、それからね、大体ね、このね、なんとか給付金とかいうのをやってるところからもセンスが悪いんですよ、で書類を出したりとか、審査したりとかになってくると、例えば、書類が難しい人は、経済的に困ってる人でも、救われないってことですよね、でそもそも、今回の持続化給付金は、商売をしていて、マイナスになっちゃった人に対しての給付金だと思うんですけども、まあ、こういったあれですけどもね、商売が苦手な人って、大体こう、文章は下手なんですよ、文章が下手。 目先の商売ばっかりしてね、いらっしゃいらっしゃいばっかりやってて、文章を書くっていうね、総務の仕事とか、なかなかね、苦手だと思うんですよ。うん。損益計算書を自分で作ったりとかね。苦手だと思うんですよ、ぶっちゃけ。で、そういう人に、書類を出せっていう時点で、ああ、もうダメだ。忙しいしできないやっていうふうに、諦めさすバイアスが働くんですよ。まあでもそれは事業者の責任だからしょうがないと言えばしょうがないんですけども、でもね、うん。こういうふうな専門的な知識を持ってる人っていうのが、 まさに国税局職員で、おこれだったら俺簡単に100万200万もらえるんじゃんっていうふうに抜け穴作っちゃってるわけですよね。いわゆるこの人たちの立場からすると身内に甘くできるわけですよ。しかも審査もこういう人たちがするわけでしょ簡単なんですよ、審査。右から左に通すのは。で、ちょっと腹が立つなーっていう事業者は通さないってこともできますしね。この優越的地位っていうのがね、そこにあるわけですよ。で、まあ私たちもね、 えこういった給付金を申請する際に通してもらうためによろしくお願いしますみたいな感じでいきますけどもそもそも私たちが納めた大量の税金のお釣りをもらうようなそんなちっちゃい額なんでねちっちゃい額ですよ今まで国に払ってきた税金にしてみたらねしかも持続化給付金ってどうせ後から回収するためのなんか新しい税とかを設定してね前よりも焼け太りしようという作戦でしょ財務省は。 本当に腹立たしいんですけども、何が言いたいかというとね、こういうふうに審査が必要な持続化なんとか金っていうのは、うん、なんかね、確かにすごく簡略化してくれましたけども、そもそもいらないんですよ。国民全員一律のお金をばしばし配った方が、それこそ不正が起きないわけですから、ね絶対送金するわけですから、そっちの方が良かったし、手間もかかんないし、万々歳じゃないかってことなんですよ。いや、こういうふうにね、給付金を設定して、そして身内に詐欺をさせて、も、ま、うあえて言いますけどもね。 専門知識を持っている身内に詐欺をさせてね、で、結局は自分たちのところで金をぐるぐる回してるっていう構図が透けて見えると、で、こうやってね、鈴木財務大臣があの本当に申し訳ないと言ってますけども、も申し訳ないからどうするんだって話じゃないですか、えー、結局、誤って済むんだったら、まあ、警察はいらないと言いますけどもね、国税局の職員がこんなことしたってことは、まあ、財務大臣はもう辞任するぐらいの責任感を持ってもいいんじゃないかなと思いますよね。 財務大臣を別に辞任したからっていってこの人別にね国会議員では入れるわけですからもう全然楽勝な人生ですよ大臣でいる必要はないですよね、うん、そのぐらいやっぱりね部下の責任を持ってほしいし、うん、私たち国民への信頼をもしねこうやって裏切るんだったら賠償するべきだと思いますけどね、うん、その他にもね言いたいことあるんですけどもまあこういう時にねえもう何でしょうね 怒り出なないかなと後ろ見たい人はタージン変換ってあるけど後ろ見たいのは誰ですかってことですよ。よくねこの顔覚えていきましょう。じゃあ